はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。2時を回りまして2時半ですね。日経平均どうなったんでしょうね。322円高、ドル円も 132.47 と安定してますね。注目ドルウォン、安定してます。1297、1300切ったところで安定してますね。はい、関係ない話をしましょう。これはですね、12日と言いますからちょっと前ですね、3時59分コラムロイターでございまして、コラム、次の危機の目は商業用不動産か、 ECB が指摘した本音を探る唐鎌大輔氏ということでして、唐鎌と読み方違うかもしれないけどね、唐鎌大輔みずほ銀行チーフマーケットエコノミストさん、隋唐の唐ですね、中国の王朝の唐に鎌ですね、この鎌、よいしょ、シリコンバレー銀行破綻から1ヶ月が経過した、第2次リーマンショックと生え立てるムードが強かった破綻直後の状況と比較すれば、金融市場はかなり平静を取り戻しつつあるように見える。 だが依然として次の危機の目はどこにあるのかといった警戒感は強いな。そうですね、あの時はどうなるかと思いましたけどね、落ち着いてますよ今ね。この点、米国でオフィスやホテルなど商業用不動産 CREE に内包されたリスクは徐々が常々指摘されているが、欧州も同様の不安を抱えており、最近では中央銀行自らその危うさに警鐘を鳴らしている。欧州中銀 ECB は4月3日ユーロ圏不動産市場における投資ファンドの強まる役割として、過去10年間で急拡大したファンドによる CRE ですね、商業用不動産投資が金融安定のリスクになるとの分析結果を発表した。この日本風にやリートの価値が下がるかもしれんでというのと同じですね。複数のユーロ加盟国では不動産投資ファンド REIF が強い影響力を有しており、当該国の不動産市況悪化に伴って、この REIF も不安定化する展開が懸念される。後日のように ECB が急成長した REIF が流動性のミスマッチに直面し、流動性のミスマッチって言ったら要は現金が入ってこないということです。簡単に言えばね、手持ちの資金がなくなるということですね。これが金融不安定の種になる可能性を指摘してる。ちょっと飛ばしましょうね。これ5分で読むって書いてある記事でだいぶ長いんですよ。 ECB によればユーロ圏の CRE 市場に占める REIF の割合は、要は商業用不動産に占めるリートの割合と言い換えてもいいでしょうね、日本風に言うならばですね、2012年の 20% から2022年には 40% に倍増し、無視できない存在感を示している。つまりですね、その辺のビル買うてるのはほとんど最近リートやないかという話ですね。まあ、日本はそこまで 20% っていうところまで行ってないと思いますけど、かなりリートの存在感を増しています。絶対額で見た場合、同じ期間に REIF の純資産は3230億ユーロから1兆丸々40億ユーロへと3倍以上に膨らみ、このうち 80% がオープンエンド型という、飛ばします。流動性のミスマッチを警戒するようになったファンドは、流動性確保のため保有不動産売却はもちろん、資金調達も急ぐため市場全体の資金調達コストは押し上げられる。口実するようにそれは将来的な利下げの可能性を高める話につながってくると。もちろん長期的には常実のような、はい、電話がかかってきました編集者から、次の原稿どうしようかって。別にね、連載はねちゃんと毎週書いてるんですよ。こう不定期連載をね何社かとやってるんですけどね、不定期ですからね、こういつまでに何書けというのはないんですよ。で僕大体自主的に書いて送っとくんですよ。
そうしたら催促は来ないんですよね。文句は来ますけどね、これおもろだいとかって。でもええやん、もうええやんもんと思って、最近ネタないし、ほっといたらですね、来ましたね。次どうしましょうって、いや、ほんまにもう今ね、ネタないんですよ、このマンション不動産っていうのが。いや、こうやって喋るでネタぐらいはありますよ、これもそうですけど。でも日本のね、マンション市場、不動産市場ってね、大きな動きがないし、大きな動きも見えにくくなってるんですね。やっぱり上田さんの新政策次第というところですね。はい、行きましょう。続きを行きましょう。例えば資金調達コストの上昇を現実的なリスクと考えれば、リスクフリー金利である政策金利は低い方が望ましい。もちろんまだ CRE 危機というフレーズが市民権を得るほどの事態ではない。しかし仮にそうなってしまえば、がぜんのインフレを犠牲にしてでも、利上げ路線の急旋回、50bp、これは 0.5% ポイントですね。から0.25 ですね。を強い、強いられるリスクもあると。まぁ、あ、ちょっと行きましょう。もうちょっと、最後の方行きましょうか。このような状況で開催される5月4日の政策理事会では、50bp から 25bp への利上げ、幅縮小に注目したいところである、玉木和彦さんという方ですね。ヨーロッパ経済、これからですね、商業用不動産がですね、なんていうかな、弱くなるんではないかと。利上げに、まあ、ECB も最近利上げパン、まあまあやってますからね、それにつられてですね、商業不動産にですね、こう、危険が、リスクは高まっているのではないかというような記事なわけですね、これはね。これね、やっぱり利上げしたエリアからですね、不動産っていうのはですね、不安定になるわけです。アメリカにはものすごく不安定なんですよ。で、ヨーロッパもですね、ちょっと不安定になりかかってるっていうのはこの記事で、今までヨーロッパの商業不動産をに投資してるってほとんどがファンドであると。そのファンドが崩れるんちゃうかというね、というまあ、そうはっきりとは書いてないんですけど、もしかしたらそのファンドが崩れるんちゃうかというのがこの記事ですね。まあ、そう言えなくもないし、言えるとも言えるんですけど、まあ、なんともようわからないところがあります。ただね、ヨーロッパもね、この、どうでしょうね、10年ぐらいですか。最初にゼロ金利にしたヨーロッパですからね。なんで、ずっと上がり続けてるんですよ。で、ヨーロッパってね、ECB というヨーロッパ中央銀行が金融政策を仕切ってるんですね。だから、ユーロ圏っていうのは、不動産同じような動きするんですよ。上がり始めたらパリもロンドンはもう今ちゃいますけど、パリもベルリンもですね、ワルシャも上がるわけなんですよ。で、下がり始めたら一緒に下がるというそういう傾向があります。それが今ちょっとですね、この10年ぐらいでファンドが主役になり変わってですね、個別不動産というよりもファンドで持ってガツッと持ってるのがあって、でそれが利回りに影響されてですね、崩れ始める。つまりファンドにとって不利な状況になって、ファンドにとって流動性がないというのは現金がなくなってですね、で、あ、しゃあないやんって言っていっぱい売りに出して、それが値崩れにつながるんちゃうかみたいな、そういう感じですね、この記事は。もう小難しい言い方してあるんであれですけども、それね、何が嫌やっていうのは明日の日本なんですよね。日本もかなりリートが占める割合が多くなってきて、超敏感になってます、金利に対して。で、日銀上田総裁がですね、この27.8に上げるかどうかって微妙なところですけど、でもこれ、いずれは上げると思うんですね。いくらなんでもこんなんずっと続けることできないんで、いずれは上げ始めると思うんですけども、そうなった時にですね、やっぱり同じような、まあその振れ幅はですね、日本の利上げなんて大したことないと思うんですけど、上がり始めた時の心理的なショック
というのはですね、今まで相当ね、日本もね、高値取引をしてるんですよ。それこそ都心のね、一等地のビルやったらね、利回り 2% とかやってるんですよ。気違いでしょ。だからこれ明日の日本やなと思いながらですね、うわやばいな、ヨーロッパやばいことないそうやと、日本もいずれ組んでと思いながら読ませていただきました。一応このロイターのページをですね貼らせていただきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。